北海道コンサドーレ札幌の小野伸二です。今日はトラップのコツをお伝えします。対戦相手でもこの人トラップうまいなっていう人って、今みんなうまくないですかね。どの選手もなんかそつなくみんなうまいなって思います。サッカー技術的な問題でもうね、みんなやっぱそれがもう高くなってるんで、個々の能力もそうですし、そういうスキルもそうですし、っていうのはすごく感じますね。柿谷選手とかも結構ああね、そうね、彼はまた独特な、うん、まあ普通のトラップっていうのはみんなね、誰しもあると思うんで、だからいろんな場所でトラップして、うん、だ見てる人たちはね、楽しいっていうのがやっぱり一番ホテルタウンで見てこっちに。転がっていっちゃったんですけど、いや、あと解説テレビ友達がくっついてくるだけなんで、そうですね、まあ僕自身はまあ重力に逆らないというか、自分からボールに当てに行くって感覚はないんです。ボールが自分に寄ってくるんで、それに対して自分も合わせる。だからちょっと自分の中ではボールが来たら、こうちょっと引いてる自分のそれに合わせてこう引いてる感覚はなんかあるんですけど、まあでもそうですね、もう練習やりすぎて、はい、トラップ練習をたくさんやってればこの多分感覚がつかめるみたいな。トラップするんじゃなくてトラップさせてもらってるみたいな感じで、来たボールに合わせて呼吸をするみたいな感じで、どこが最終地点っていうのが分からなかったら、やっぱりそれはうまくトラップもできないし、一番最初にもうどこに落ちてくるっていうことをまず前提に考えて動けば焦りもなくなるし、自然とボールがそこに来るので、もちろん風だとかね、そういう影響もいろいろたくさんあるかもしれないですけど、どこに来るんだっていうところから始まります。でそこにちゃんと自分がまずポジションを取って、でそのボールに合わせて、あとは OK です。繰り返し何回もボール蹴っても蹴られて、でも蹴るっていう動作はもう結局はトラップに必要なものではあるんですよ。強さだとかっていうのもね。なんでやっぱトラップだけの練習じゃなくて、蹴るとこにトラップの要素も含まれてると思うので、それはただ単にいつも同じキックをするんじゃなくて、柔らかいキックをするとか、そういうのは全部トラップに共通してくるもので、まあ、そういう感覚っていうのを常にずっと何回繰り返してやるとできるんじゃないかな。あとパスを散発しますね。敵いないで蹴れなかったらもう蹴れないです。基本中の基本です。次どうするかっていうことを考える、 0. 何秒の差で状況ってもう全て変わってくるので、だそこに対してすぐ蹴れる場所に、それは、まあ、距離もそうですよね。距離が長かったらやっぱりボールとの距離を長くしないとやっぱ強いボール蹴れない。でもそこら辺の近いところにパスが進んだったら別にこう細かいトラップで、そこら辺はその時の判断でどこに止めるか、あともちろんディフェンス、敵もいるわけですから、でそこに対して敵が思ってるところに止めたら意味もないし、敵がこっちに止めるだろうって思ってる逆を取んなきゃやっぱいけないんですよ。ってことも考えてトラップっていうのは常々試合中はやっています。
もうその瞬時ですね。もうその時点で僕は決めます。もう絶対決めとくんじゃなくて、だって状況変わるんで、で敵も1人だったのが2人来る可能性もあるしとかって考えて、あこの状況は足の裏がいいかなとか、足の方がいいのか、インサイドのアウトサイドがいいのか、そういうのはもう本当その場で決めます。言ったように何回練習する時も同じとこ止めないで、なるべくいろんなとこ使う、そっちの方が面白いじゃないですか。いろんなとこ使えた方が見てる人たちも。基本的にはそれはそうだと思うんですけど、別にそうじゃないボールって来るじゃないですか。もうこれはもう足を伸ばさなきゃいけないとかっていう意味では、別にさっき言ったようにどこが落下地点なのかっていう、そこが一番大事で、そこに合わせられなければ多分いいトラップも絶対できないと思う。そういうボールに真正面から入ろうと思ったら、まあ、間に合わないこともたくさんあるし、でも自分でちゃんと落下地点さえ分かっていればそこに合わせて呼吸していいトラップをしようは可能だと思うけど、もちろん真正面に入ることは一番大事なことです。まあ、サッカー あのゲームの中において、そんな毎回毎回そんな正しい、ポジションを取れることはないので、瞬時に行かなきゃいけないとか取り行かなきゃいけないこともあるので、まあ、そういった意味では、やはりどこにボールが落ちてくるか、それは早くやったら誰よりも早く嗅ぎつけて、そのポジションをしっかり取れるか、すごい大事だと思います。ポイントは呼吸です。俺も練習するぜ。